新華社は中華人民共和国の国営通信社である。正式名称は新華通信社。日本では新華社通信として知られている。中国の一般ニュースを海外向けに配信するほか、政府要人の発言を独占的に配信することが多く、実際、政府の幹部人事などは新華社を通じて発表されている。なお、新華社は中国中央電子大などともに、 中華人民共和国国務院、事実上の中国共産党中央宣伝部直属の機関であるため、日本のメディアで、進化者によるとといった伝え方をしたときは、中国政府及び中国共産党の公式見解を発表報道しているとみなされている。2006年9月、進化者は国務院の決定に従って、外国通信社の中国国内における配信を、 新華社管理課におき、配信内容に制限を設けることを定めた、外国通信社中国国内配信記事管理弁法を発布。同日から施行された。同法では、外国通信社や、それに類するニュース配信機関が、国内ユーザーと契約する場合、新華社系代理店を通すことを義務付けた。また、配信記事、写真、図表について、 国家統一や主権領土の完全性を損なうなどの10項目の内容を禁止。これに違反すれば警告の後通信者の資格を取り消す場合もあるとしている。国内メディアが外国通信者記事を使用する場合も同様の規制を設けた。1997年に返還される以前の香港ではイギリスによる香港統治を承認しない中国が領事館などの 正式な在外交換を置かなかったため、進化通信社香港支社がそれに代わる実質的な政府代表部としても機能していた。返還後も当面は従来の体制であったが、2000年1月18日に政府代表組織が中央政府中香港連絡弁公室に分離開装され、本来の通信社機能が香港支社に残された。複数の新聞媒体を発行しており、 参考消則は中国大陸最多の発行部数300万部を誇る。1931年11月、中華ソビエト共和国臨時政府の成立を機に公職中華通信社として設立され、1937年に現在の名称となる。1944年、英語での放送を開始。2018年11月、世界初の AI ニュースキャスターを発表。 中華人民共和国における漢字で記述されない外国の固有名詞の中国語における外国固有名詞の表記は進化者が当て字使用したものが基準であり進化者が決めると言われるサザンウォールスターズ南天軍生2018年9月強硬な反中路線を取るアメリカのトランプ政権は進化者を外国代理人登録法に基づき外国代理人と認定し 報道機関ではなく、中国政府の政治活動団体と認定している。世界初の AI ニュースキャスターが、中国で誕生。あまりにもリアルで、衝撃的な映像が公開中。ギガジネ、https、ギガジネ .net、ニュース、2018万1109ファーストアイ、ニュースアンカー、2018年11月30日、閲覧。 NHK クイズ日本人の質問、小森義久。米国議会で広まる中国国営メディア規制の動き調党派の14議員が、米 AP 通信と新華社の業務提携拡大に懸念を表明。ジャブプレスオリジナルの2020年11月1日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 1 1 0 1 0 4 4 2 5 2 h t t p s j b p r e s s i s m e d i a j p a r t i c l e s 5 5 1 0 5米司法省中国メディアに外国の代理人登録義務付け引く関係者 ブルームバーグ、オリジナルの2019年6月7日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.2019-0607153150/.https www.bloomberg.co.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルズスラッシュ2018-09-18スラッシュ PFQYER6K50Y01 ありがとうございます。